さて今回は、赤い KKR で得られた、全エネルギーから、マーナハの方程式を用い状態方程式を用いて、最適なエネルギーと、体積を求める方法を調べていきたいと思います。まず、今回、用意しましたこちらですね、見てみましょう。鉄二バナジウムアルミでの、光子定数と光子定数と全エネルギー、光子定数は、ボーアで、そしてこちらは、リードベルグですね。でこれが、スピンモーメントです。でこういうこのデータを用います。でまず、イゴールを開いてもらいます。そしてニューフォルダーで、作らなくてもいいんですけど、このように専用のフォルダーを作っておきましょう。そして矢印、フォルダーはこちら、カネドディレクトリをこの鉄二バナジウムアルミにします。そして、先ほど、じゃなくて赤い KKR のデータのファイルから得られたインフォのものをこちらに入れます。こちらは、分かりやすいようにしておきましょう。見て分かるようにしておきます。間違えました、総理。ごめんなさい。これで略ですね。光子定数ですから、これですね、こんな感じになります。でこれ開くとこんな感じになります。じゃあちょっとプロットしてみましょう。横軸を光子定数、そして縦軸を、エネルギーします。でこんな感じの、プロットができますね。もうなんかこの見た限りこのような曲線が描けるような気がします。で実際にどんな曲線が描けるかを、ここから調べていきましょう。明日はオングストロームではないですね。これは単位が違いますね。で今回の場合はこれですし、ここは今の状態ですとこれになってます。これが正しいですね。では、これをどのようにして、フィットさせるかなんですけども、それは、回帰分析を行います。そして、新規回帰関数を使います。でここにあのマーナハンの式を入力します。で前私は、そのマーナハンをもう作ってありまして、こんな風になります。これちょっと待ってくださいね。そうですね。でこんな風な式になります。で、X はこれは、本来ボリュームになるんですけども、このずっと対応するように光子定数の3乗にしてボリュームにしています。でこちらもそうですね。でこちらもそうですね。でこんなふうになります。でこの値から、この値、この式を使って、あとは回帰係数もこのように設定します。このようにですね、このように設定して独立変数を X として、独立変数これラティスコンスタントですので、回帰係数このようにして、求めていくということです。 でこれで OK ですね。でこんなのを作ってもらいます。で、X データこちらが、ちょっと待ってくださいね。 Y データをまずトータルエナジーにして、 X データをラティスコンスタントにします。でこの係数のところをこの値を見ながら決めていくということです。で、ボリューム体積のここなんですけども、ここは、どれの値がいいか、ちょっと待ってくださいね。ちょっと適当にまず入れていきましょう。値で、この値を入れなければいけません。エネルギーは、かなり細かく入れないとダメですね。でボリュームも、こんな感じですね。それで、もうちょっと画面を細かくしましょうか。メモリをもう少し見やすくしないと無理ですね。結構自動でメモリを入れないと
見れないことも多くて結構大変ですけども、このように結構かなり、試行錯誤が必要なので大変といえば大変ですね。こんな感じにしておきましょうか。で、もうちょっと譜面盛りつけておきましょう。で、こちらで、これでもう少しちゃんとやります。で、回帰分析で値をここで毎回ほぼ手作業ですね。この値が最低なので10.84 で、この下の式はまたネットで出しておきます。451234ぐらいですかね。こんな感じで、またうまくいってないですね。でこうやってどんどん手作業で値を変えていきます。非常に効率が悪いですけども、このようにして自分で調べていきます。手入力で。あら、ちょっとうまくいってないですね。まあこの値を揃えるのがなかなか難しいですね。なかなかうまくいかないですけど、このようにしてもう何度も手作業で調べていきます。ちょっと何かもう少しだんだん良くなっていくはずなんですけど、何か間違った私が間違ってる可能性があるかもしれないですね。何かを間違ってますね。ボリュームの値 VO ですか。そうか、そうですね。VO が、でもこの値になりますから、参照しなきゃいけないですね。忘れてました。だからおかしいですね。こんな感じですね。こうなってきます。失礼しました。ちょっと段取りが悪くても申し訳ないですけど、VO は本当はあれですね。こうしてにしておけばよかったですね。ちょっと段取りが悪くて非常に申し訳ないですけど、何やったかというと、VO は体積で入力してて、X は横軸はラチスコンスタントで、ちょっと混乱しやすいような入力ファイルしてしまったんですけど、今のものと同じのを使うんであれば、今回ので間違いなくしてやっていただければと思います。すみません。もう一回直した方がいいかもしれないですね。いいです。適宜皆さん作り変えていただいて、どういうふうにしたいかっていうのを考えてもらえばいいですね。あとは、この値をどんどん手作業で、最初事情ヒットでやるとうまくいかないこともあるので、大体うまくいってきましたね。で、このようにして、どんどんと手作業で、お気に入り目数までやってください。
まあ、いいでしょう。で、大体この値が、まあ、ここら辺は端なので、まあいいんですけど、この辺りに近い、最適値に近いところをどんどん、真ん中、点の真ん中とできるだけ通るようにしてください。それで、解析結果終わりましたら、W シグマというところを見てもらいますと、回帰分析の時の値の順番に出てきます。例えば B、あれこれおかしいな。あ、ごめんなさい。間違えました。W コエフィシエント、もう、ぐだぐだで申し訳ないです。コエフィシエントで、こちらを見ていただくということですね。で、まあ一応これも最初フィートが行われた結果になってまして、トータルエネルギーが、-7475.45 で、ボリュームが 1276.71 っていうのが最適値ですということです。で、ちょっと書いてみましょう。注釈追加で、例えば、V0 イコール、1276.71 ボーアの3乗で、トータルエナジーは、-7475.45 リードベルクと、こういうふうになります。こんな感じですね。で、式はここに書いてある式はもうほぼ、論文に近い値にしてありますので、これは断性率 でこれは体積断性率、 B は体積断性率で、確か BP は体積断性率の、微分、ボリューム微分だったと思いますけど、ごめんなさいね、適当なこと言ってるかもしれないですけど、まずこれは論文読んで調べていただいて、マナハの状態方程式このようにして、エネルギーと最適なボリューム値、体積公式定数を求めていただくということをやっていただければと思います。で、このようにしてちゃんとやっていくと、いろんな系のデータで計算することができます。今回は、以上で終了したいと思います。